池田ライト打率3割1分6厘2本7打点 OPS8 割4分3厘。池田が骨折しなかったら交流戦5割いけたやろ。まあ巨人戦阪神戦のどこかでもう1勝くらいは取れてただろうな。巨人のせいで6月成績悪いけど怪我の影響か、わからんけど多少は影響あるやろな。5月が絶好調すぎだった可能性もあるが、痛み止め打たないとダメってんだから影響ないわけないやん。さすがに一時期より落ちたけどまだ良い方だな。1年目全然だったのに何があったんやろな。もうちょい球上がらないかな。A から出してるな。これは牧の後継者レッツゴー奈良市のアジャも戻ってこないし、今年は茶谷とファースト併用か。期待してるわ。今年も頑張ってほしいけど来年は高部と共に国士舘コンビでバリバリ主力になってほしいわね。いつでもそれ